21日は敬老の日ですが、総務省は高齢者の人口が過去最多の3617万人に達したと明らかにしました。今月15日現在の人口推計で、65歳以上の高齢者の人口は3617万人で、総人口に占める割合についても 28.7% と過去最高です。世界の国々と比較した場合でも、日本は2位のイタリアを引き離して世界で最も高く、2005年から1位が続いていて、2045年頃まで継続する予想です。